ロストゼロ情報局からの、はい、皆さんこんばんは。魔法科高校の劣等生で千葉エリカを演じております内山由美です。よろしくお願いします。そして、はい、皆さんこんばんは。北山雫役を演じております辰巳由衣子です。今日もよろしくお願いします。はい、1周年を記念してですね、はい、なんと素敵なゲストにお越しいただいております。それでは皆さんお待ちかねですよね。早速登場していただきましょう。ゲストはこの方です。皆さんこんばんは石尾正樹を演じています松岡優作です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいすごい、超気合入ってます。すごい、何ですか何ですか、何始めるんですか、ね、リハーサルそんなんじゃなかったじゃんリハーサル結構静かでしたけどね、何何何、あの松岡さん演じる一条まさきくんはね、本当に大人気のキャラクターだったので、皆さんね、今回ゲストに、え、なんでそんなに、なんでなんで、アイヤさんは一回フリーズするのが決まったんですかちょっとやめ、松岡さんしっかりして、しっかり、はい、はい、はい、I'm Enterprise。 いやいやいや、事務所の宣伝じゃないから事務所の宣伝余裕から来ました、ね、確かに、まあ、このロストゼロ一条まさきくんの、ね、キャラクターについてちょっと軽く、うん、はい、あの松岡さんの方から説明していただければななんて思うんですが。そうですね、はい、あの第三高校の、1年生ということで、はい、あのもう未来が約束された家に、はい、生まれてはいるんですけど、うんうんうん、意外とその過去は、うんうん、まあ、戦場に行ったりして、ね、クリムゾンがプリンスして、はい、クリムゾンがプリンスになって、そうですよね、やっぱこうクリムゾンプリンスって最初出てきた時はね、うん、なんだこの名前はって思ったけど、もう今となってはもうお決まりのような ね、 ねこの言葉がなくてはみたいな感じで、はい、はい、この場も爆裂させますからね。いや楽しみですよ、本当になんか本当に違う人だね、うん、だけどリハの時と違う人みたいになってるけど、ね、そこは温存したんですよ。ああ、なるほど、相当な温存だったね。本番に向けて温存をしておかないとそういうことか、バスケツを起こしちゃうんで。なるほどね、はい、入ってますよ、相当気合が入ってますけど、ね、じゃあそんなちょっと松岡君とこう、うん、まさき君と似てるところと か、 なんか共通点あったりします？いやここすげーなとかあるじゃん。結構真反対じゃないですか。え、本当、まさき君もなんか気合入りそうな感じするけど、いやでもなんかそのまさきって結構そのカリスマ性が高いんで、うん、あ、なるほど、ね、あるじゃないですか、うん、そうだよ松岡君まだできちゃったよ、また。いやこの空気感もすでにカリスマ性あるし、ね、そうだよね、これでこんだけ笑いを取れるなんてすごいよ、うんうん、黙ったことで。そうです、担当キャラのスペシャルコミをフルボイスで当てれこボーナスチャンスでございます。ボーナスチャンス、はい、これはです、コミュってフルボイスではなかったわけですよ。そうですね、今回のこの企画はフルボイスに、今ここで生当てをやってもらいます。あ、実際にここで生、はい、実際にここでやってもらうという企画でございます。あの子の調整ですか、今から。一応席。あ、違います、違います。違います。誰誰誰誰誰の練習したのか。なので今回のプレイヤー役は松岡さんにお願いしたいと思います。はい、なるほど、はい。松岡さんがプレイヤーとしてエリカと会話してください。おお、ぜひぜひ。なのでタップタップですね。タップタップ。はい。あのエリカのコミシーンがこう、あ、コミで当ててもらったら次のタップと。いう形で、はい、じゃあ画面出ますかね。はい、はい、貴重ですよ皆さん。右カッポジで聞いてくださいね。はい。はい。では、あ、まだタップせずに、じゃあここから早速内山さん、はい、お願いいたします。お願いします。あ、私にプレゼント？やったー！伝説のジャンボパフェだ！ありがとう！ってびっくりした。ちょっと大きすぎ、食べれないよせっかくだから一緒に食べよっか何してるの何してるのそんなに照れなくてもいいじゃない。はい、でそのまま続きですね。あ、話変わるけど、義継くん、私に聞きたいことない？
はい。いつも私が聞いてばかりだから、今日は逆にしよう。はい。はい。何？まだ？めっちゃプレッシャーかける。早く。おーい、ムシか。レオのこと好き？あ、レオ？あのバカがどうかしたの？確かにバカには間違いないけど、悪いやつじゃないわね。うん。腕の方も実戦じゃそんじゃそこらの魔法師よりはるかにマシだし、うん、第一、あいつは仲間を裏切らない。義継くんとはいいコンビになれるんじゃない？うん。はい、終了でございます。はい、すごい。いや、すごいですね、生感がね。やっぱりすごいわ。なんかいいですね、自分もなんかこう読みながらも、本当になんかこれフルになったら、よりなんか ね、いいなとかって思っちゃいましたけど。声優みたい。すごい声優っぽかったよ。分かったよ、お前も一緒だからな。でもじゃあ、なんだかんだこの雫を演じるのもちょっと久しぶりだったりするから、ね、うわ、ドキ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 しますね、はい、では少々お待ちくださいね、まだ待ってくださいね、これだ、いいよ、はい、では画面映りますかね、はい、ではまた義継くんお願いします。私にプレゼント、うん、すごい、これはメロン大福、うん、ありがとう義継兄さん、半分こする、はい、あー、どうしたの？はい、あーう。なんだか照れるね。あ、話は変わるけど、義継さんに質問。はい。義継さんはどんな水着が好き？内容が。どれが好みかな。義継さん、義継さん、悩んでる悩んでる。そうですね、早く。おとなしめが好きなんだ。はい、よかった、着る方もやっぱり安心だもんね。いや、そうだと思ったんですよ。うん、わかった、覚えとく。あ、はい、はい、終了でございます。いや、もうさ、面白すぎてさ、もう笑っちゃいそうになるんだけど。せやな、せやな。そもそもこのコミュの会話の内容自体もね、だいぶ唐突だよね。本当に、飲む水着が好きって聞かないでしょ。本当ですよ。そうですよね、ちょっとびっくりしますよね、あんなの急に聞かれたんで。でもワンピース水着が好きなんだね。いや、そうですね。いや、まあ、まあ、そこはやっぱり露出が多いのは、ちょっと最近スクールになるとちょっと、なんかどうでしょう。あ、そこまで言わなくて大丈夫だよ、先生。すごい聞いちゃったわ。スクールはちょっとね、スクールは、学校なんで。はい、では最後は一条のスペシャルコミいきましょうかね。うわ、来た。おお、はい、で、一条と義継くんは一人二役でいきましょうか。自分と自分で会話みたいな。すごい。まだ自分に義継って入ったらどうしよう、はい、そうなんですよね。はい、なんかもしこのコミュ中、一条って他のキャラクターと絡みがあったりとかするコミュがあるので、もし他のキャラが出てきたらちょっとお二人にお願いするかもしれないんでね。あ、はいはい、よろしくお願いしますね。頑張りました、はい、では一条さんのスペシャルコミュお願いいたします。画面どうぞ。俺に贈り物？あ、そうなんです、これなんですけど。何？バラ色のペアリング、これを持って
あの人デートに誘えだと。あ、そうなんす。ところどころなんか感じ入ってくる。さすがにちょっと気が早くないか。いや、そんなことないですよ。よっ、だって。ですよ。分かっている。これくらいの覚悟が必要だということだよな。話は変わるが、義経には理想の女性というのはいるか。お、女性？女性。いや別に女に限らなくてもいいが。そうか、お前が他の女性に興味を示さないのはシスコンだからではなかったのか。ありません。違いますよね、兄様。え？落ち着いて、まやか。はい、落ち着いてください。し、柴さん。兄様、まさかこんなクリムゾンプリンが好きとか言いませんよね。何を言っている。そんなわけないだろう。では、まさかお兄様を。僕？え、いや、そうなのか。よしつぐ。そんな。みゆきさんをお泣かせたからにはそれなりの覚悟が必要ですよ。兄様、一条さん、全裸で正座です。おい、なんで俺まで。よしつぐ、俺にそっちの趣味はない。悪いがお前一人でやってくれ。最初が一人。最初が一人。はい、終了でございます。いや、ひどかったな。ひどいこれ。もう松岡くん何やってたの今。何をやっていたんだ。何ですかねこれ。分かった。いや、すごいな。